こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はお団子アレンジをしようと思います。もうやってますね、もうね。はい、はい、ただ、うん、何もしない状態で作ってしまうと、うん、こんな感じになってしまうので、これを、まあ、巻いた方がやっぱり可愛くなるのは正直そうなんですけど、全部巻くのはすごくめんどくさい、うん、っていう時にここだけ巻けば可愛くなるよっていうのを今日は解説しようと思います。はい、いい感じに伝わりましたかね。いや、伝わりました。はい、それでは動画スタート。ホリスティックキュアの 32mm のコテを使います。毛先を3等分にして、外、内、外で巻いていきます。外巻きに巻きます。内巻きに巻きます。外巻きに巻きます。こんな感じで巻けたら OK です。ベイビーオイルを使います。4滴出します。毛先から順に全体につけていきます。髪の毛全体を耳の高さくらいでしっかりまとめていきます。ゴムでお団子に結んでいきます。この時に毛先は下を向けていきます。ゴムの部分を持ち、真ん中から順にほぐしていきます。耳の部分も少しかけるとルーズに見えます。お団子を上下に裂いていきます。表面を押さえながら、ほくれ毛を出していきます。顔周りは外巻きに巻きます。もみあげは内巻きに巻きます。毛先を半分に分けて、こっち側の髪の毛を少しねじりながら巻きつけていきます。上からゴムで留めていきます。毛先を左側に持ってきて、少し整えたら完成です。巻くのと巻かないので、こんなにも仕上がりが変わってきます。毛先の乾燥だったりまとまりも出ますので、あとオイルもつけてあげると冬もバッチリ決まると思いますので、コテで巻くことをすごく私はおすすめします。ぜひ参考にしてみてください。